とにかく全クリこだわりラーメン館やっていきます。最強のラーメン店を作っていこうと思います。早速行きましょう。店の名前、これでいきますか。巨大右腕人間の一撃、強そうですね。はじめまして。私は店長助手をいたします。ナルト川陽子と申します。よろしくお願いします。ここは町外れにある小さなラーメン屋ですが、いつの日か日本一の人気店になることを目指しましょう。しばらく待ってると、初のお客さんがやってきてくれるはず。ドキドキしますね。このゲームはカイロソフトの中では結構昔からあるイメージですね。あ、始まった。お客さんがやってきました。ですが当店にはまだ何の販売メニューもありません。やばいじゃないですか。とりあえずカップラーメン出すか。早速お客さんのために今から新商品を開発しましょう。今から作るの？もう来てるよ。好きな麺とスープを選んで制作開始ボタンを押しましょう。組み合わせが重要ですよ。カイロソフトは一回やると当分いいやってなるんですけど、時間が経つとまたやりたくなるんですよね。まさにラーメンと同じ。カイロソフトイコールラーメン。スープ一覧。醤油スープ。味噌スープ。醤油の方が安い。とりあえず醤油で。で、麺はストレートもちもち麺。ストレート太麺。ストレート細麺。ちょい縮れ麺。4種類あります。まあオーソドックスに。ストレートもちもち麺。950円。じゃあこれでいきますか。2030ゴールドで制作開始。いいぞ。いいぞ。いってるぞ。めちゃくちゃポイントが増えてます。相性ボーナス。最後の仕上げは誰に任せましょうか。持川美美子と佐野春雄しか今いません。こっちは調理10で、こいつは調理58。強い。佐野いいですね。佐野に任した。本来の味を呼び覚まして見せましょう。おりゃ。味の探求心。経験値ゲット。ラーメン制作、お疲れ様でした。ベーシック、自然な醤油ラーメンと名付けてみました。トッピングを選んで、立派な商品にしていきましょう。最初のラーメンはこれでいきましょう。巨大右腕だし風味ラーメン。トッピングは、何がある？コーン。まずコーンをど真ん中に配置。ネギはここ。エレガント初級発動。次に海苔。あ、それを置くとトッピングの数の限界を超えてしまいます。二つしか置けない？じゃあとりあえずネギとコーンで。価格は720円。お待ち。さあどうすか？77点。86点。75点。46点。総合ランク F。まあラーメンなんていうのは70点ぐらいでいいんですよ。まあうちの店はそんな本格的というより、パーキングエリアで食えるような、そのぐらいのクオリティを目指します。お疲れ様でした。美味しそうなラーメンですね。今すぐ食べたい気分です。出来上がったラーメンはメニューに設定しておきました。いっぱいお客さんが来るといいですね。あ、そうだ。よかったらこちらの支度金をお使いください。これを元手に美味しいラーメンを作っていきましょう。どうせ金なくなってもこいつが金くれるんで、バンバン使っていきましょう。食券でラーメンを買って、入っていきました。よっしゃい。食券を受け取った時に店員はお客さんの好みを調査していきます。店員の接客が高いほど早く好みが判明するようです。スープを今煮込んでますね。この人はどうなんですか。ポエマレベル1。ポエマがうちに来ました。なんだ、ラーメン解放最新号到着。全国各地のラーメン店長さん、こんにちは。こだわり解放編集局です。これから経営のコツやお得な情報などいろいろな配信していきます。さて、街角に一番目立つラーメン屋ができたとの噂を聞きつけ、当編集局も巨大右腕人間の一撃から目が離せません。仕事帰りに今度行ってみたいと思います。この辺に巨大な右腕のオブジェを作りたいですね。サラーメンがっつり売れてますね。この人はサラリーマン。サラリーマンとポエマが結構店に来てます。初見の客が来やすいようにあんまりお客さんとは話はしません。黙々とラーメンを出してすぐに帰ってもらう。ポエマーのレベルが2に上がった。ポエマーのレベルがマックスになるとブリーチのポエムかけます。現在6席しかないですけど、まあこのぐらいの狭さがいいんですよね、ラーメン屋。店長、さっきポストを見たら新しい麺が入荷されたというチラシが入っていました。じゃあ新しいラーメンを作りますか。ラーメン制作、次はじゃあ味噌スープにして。味噌に合うのはどういう麺なんでしょう。ストレート太麺いきます。あ、三角だった。ボリュームだけ新記録。まあ、結構微妙なラーメンですね。ランクが上がりました。ランクボーナス。トッピング数アップ。巨大右腕味噌ラーメン完成。トッピングは、海苔とチャーシュー。相性、定番、王道。コンボが発動していく。というわけで完成。870円。サイドメニューもありますよ。これ作るか。サイドメニューワカメしかない。じゃあサイドメニューワカメで。おや、厨房で店員さんが疲れて、うとうととしているようです。
店員さんは体力がゼロになると休んでしまいます。休憩用の設備を置くと休憩しますよ。休憩用の設備、あ、パイプ椅子をゲット。カチカチのパイプ椅子、 AK レーシングじゃなくていいんですかね。じゃあ椅子を設置します。ここに置きました。これで OK。 どうもパンプキンです。食材を入荷したいんですが、仕入れ先で問題が発生します。投資をして助けていただけると仕入れルートが確保できそうです。店長、ラーメンをたくさん作ると経営者ランクが上がるそうです。いろいろな組み合わせを試してお客の好みを探っていきましょう。店長、閉店時間になりました。物珍しさもあってか多くのお客さんが来てくれましたが、来月はどうだか分かりません。ありますよね、開店してすぐはめちゃくちゃ行列が発生するんですけど、1ヶ月ぐらい経つと一瞬で飽きられてしまう。そうならないように気をつけます。新しいラーメンの開発をして長く愛されるお店を目指していきたいですね。なんだ、こんにちは、アイテムショップをやってるハム姫と申します。画面右上の魂ポイントがかなり溜まってますね。限界になると溜まらなくなります。右上のこれですね。そういう時はうちのお店のアイテムを買っておくといいですよ。それでは本店レベル1、今日は12人のお客さんが来ました。利益7834円。とっても美味しい巨大右腕だし風味ラーメンでした。これからは常連として通っちゃおうかな。あ、そうそう、素敵なラーメンのお礼にプレゼントをあげます。スマイルゲット。味アップの素を手に入れました。夜ですけど結構人通りはありますね。じゃあラーメン作りますか。ちゃんとしたラーメン作ろう。味噌スープで、ストレート麺は微妙だったんで、どうする、コシの麺でいきます。3700円で制作開始。どうだ、三角だ。ただカリスマ性は新記録、香りも新記録。マーメン、これも多分あんまりうまくないんじゃないか。77、結構いい。これは人を選ぶ。そこそこ、これは人を選ぶ。普通のラーメンかな。総合ランクは F。 ちょっとあんまりまだいいラーメンは作れてません。味は51、60、65。味はでも一番いいっすね。魅力も63と高い。900円で販売。 OL も来てますね。店長、さっきポストを見たらラーメン闘技場から招待状が届いていました。なんそれ。どうやら全国の美味しい店が競い合い、素敵な商品をもらえちゃうみたいです。面白そうですね。出ましょう。巨大右腕人間の一撃で破壊します。初めての大会が追加されました。じゃあアイテムショップ行きますか。いらっしゃいませ。ここは何が売ってる。ああ、なるほど、店員の能力を上げることができる。あとは招き猫、まあ買っときますか。でパンプキン紹介。ナルトもやし、もやしを投資。お、スープ増えてる。醤油スープ、味噌スープ。腰の麺醤油だったらいけんじゃないですか。よし、丸だ。これは来たでしょ。アルプス山脈の頂き販売。89点、ランクイ、まあいいでしょう。990円、味71、魅力99。素晴らしい。じゃあラーメン闘技場行っていいですか。挑戦。巨大右腕出し風味ラーメン行きます。初めて作ったラーメンで参加。いけ、どうだうちの店は。あ、入ってる、めっちゃ入ってます。青空に勝とう。よしよしよし、4人、いけ、勝ちました。青空屋爆さん、ランクが3に上がっていく。店長、優勝おめでとうございます。8個入りゆで麺機を手に入れました。大会優勝効果で全店舗でフィーバーが起こってます。 OK、 もやしゲット。今日の利益は9200ゴールド。投資、公園の整備。なんでこれ自分が投資しないとダメなんですか。最近公園が散らかってるので漫才の練習ができません。うるさい。この辺に金をかけてる余裕はまだありません。店もまだ広くできないですね。私たちを大会で満足させられたら、賑やか通りでの出店を認めましょう。何、別の店舗行けんすか。別の店舗行きたいですね。トッピングナルトが入荷されました。まあじわじわ上げていきましょう、店のランクを。じゃあ新しいラーメン作ります。味噌スープにストレート細麺、これが合いそう。バツ、バツは終わり。5600円無駄にした。ただ新記録は達成します。鬼味噌ラーメン、クソ適当。50点50点40点53点60点。わしじゃ、ラーメン博士じゃ。はじめまして、ラーメン学の研究をしている。いらないラーメンのレシピがあったらそれはぜひわしに譲ってほしい。マジっすか。ちょうどいらないレシピが今完成しました。あげます。じゃあ次の大会いきます。にぎやか通りの資格、超濃厚超新星ラーメンで出ます。味93。あ、トッピングしねえわ。トッピングしよう。勝利予想20までなった、勝てる。
ってます。あ、今回4店舗ありますね。麺福亭、ハッピー麺、中華そば支店。これ負けないでしょ。カリスマ上げていく。いいですね、ガンガン入ってる。この上の点数が高ければ勝利。ダントツじゃないですか。魂の一杯発動。めっちゃ来てる。超濃厚ラーメンなんで店の回転率がかなり悪いですけど勝ってます。終了したのにみんな食ってる。さあ1位はどこか。もちろん巨大右腕人間の一撃。圧倒的勝利、2484点。ダブルスコアをつけました。いや、丸くいながら僕らのところに飛んできた。トッピング卵黄ゲット。お、行列が朝からできてますね。朝7時に食べられるさっぱりとしたラーメン、通勤前に食べる人がたくさんいます。まあおそらく10年ぐらいで一旦ゲームが終了すると思うんですけど、今回はもちろん10年以上プレイするんで、まあハイスコアとか気にせずにのんびりやっていきましょう。とりあえず全クリできればそれでいい。公園の整備じゃあやりますか。これやるとお客さん増えるんですかね。公園の投資が完了しました。お、コメディアン。近所の公園で漫才の練習をしてみましたが、美味しそうなラーメンの香りに釣られてきました。店長、ラーメン協会からお呼びがかかってます。なんですかね。ラーメン館到着。これがラーメン館。こんにちは、ここは将来有望なお店が本店とは別に経営できるラーメン館なのです。なんそれ。これがラーメン館。大会での活躍ぶりには大変感動しました。あなたたちにはラーメン館を任せられそうです。今最も熱いラーメン業界をさらに熱いスープのようにしてくれることを期待しますよ。それでは。すごいことになりましたね。期待に応えて人気のラーメン館にしていきましょう。ラーメン館を手に入れました。すごい、こっちの方がだいぶ広いですね。なんと業界に突如現れた巨大右腕人間の一撃が、ラーメン協会からラーメン館を譲り受けたとの情報が入ってきました。ラーメン館では本店とは別メニューを設定でき、新たなる客層の開拓に期待が持てます。今後さらに巨大右腕人間の一撃の活躍から目が離せないことになりそうなのですが、お腹が空いてきたのでまた事後。こっちの方が土地広そうっすよ。ただ人通り的にはどうなのか。こっちがメインみたいな感じになるんですかね。じゃあこっちもしっかりと店員をやってみましょう。武田森蔵こっちに入れますか。ランクボーナス、小さな店舗購入、ラーメン館拡張。拡張します。クマックスです。これから拡張工事をするぜ。めっちゃ広くなりましたね。販売地域に賑やか通りが追加されました。1000ゴールドで移動。ん？何？隣にラーメン屋が。ライバル店出現。悪徳食堂店長、ここで荒稼ぎさせてもらうぞ。大変です、ライバル店がやってきてしまいました。直接対決をして倒せば追い払うこともできる。まあでもこういうのって近くにいっぱい店舗があった方が盛り上がるんじゃないですか。ラーメン業界倒さなくてもいい気もする。こっちはこっちのできることをやりましょう。我々ラーメン協会ではラーメン店経営者の第二審査を行っております。メニューの経営に第二審査を追加しておきますので、よかったら見てみてください。わかりました、審査が許可されました。じゃあ賑やか通り行きますか。もう移動します。賑やか通りに着いたぜ。しっかり頑張りな。結構街中に来ましたね。なんか味噌に合う麺が一つもないんですけど、こうなってくると残ってるのは風味の麺。これでいけんすかね。三角だ。味噌に合う麺がない。よし、味噌菌完成しました。コク香り D、 そこそこいいラーメンですよ。61点、53点、54点、41点。今月の各店舗売上、悪徳食堂が利益4000ドル。ちょっと一回潰した方がいいか。店長、お金がなくて困ってるようですね。来た。これを待ってました。3万円ゲット。なんこれ。あ、来ましたね。これは製麺画面です。自分で麺を作るんだ。良質な小麦粉を使い、乾水はモンゴル乾水。太さとかも自分で決めると。これでいきますか。太くてストレート。製麺開始。さあ来い。いけ。うわ、外れ。危ない。当たり。よし。よっしゃ。プラス11。完成しました。美味しそうな麺ですね。見たところ、太肩ストレート麺って感じがします。いいんじゃないですか。で、スープ作り。おもろいじゃないですか。鶏ガラ、ニンニク、醤油。完成。醤油玉ねぎスープ微妙そう。玉ねぎミスったな。旨味134。
何かと話題に尽きない巨大右腕人間の一撃ですが、今回はなんと麺とスープの自家製を始めたようです。他の店にはないこだわりのラーメンに一層期待が持てそうです。自家製に詳しいラーメン博士に聞いたところ、食材は使えば使うほどレベルが上がって美味しくなるんで、いろいろ試してみるのがいいんじゃぞ、ふがふがとハイテンションで語っていました。あ、自販機来た。自販機を設置したい。ここでは無理なんですかね。ラーメン館の方じゃないと無理か。自販機を設置で店舗を追加。あ、商談可能。第二審査合格。商談いけますね。5000円で商談申請。ラーメン協会からお祝いの品が届いてます。高級観葉植物ゲット。めっちゃくれる。これは入れる順番によっても変わるらしいですね。ガチガチに濃いやつにしたいんですけど、どうやったら濃いあれになるのか。まず鶏ガラ、濃厚醤油、ニンニク、ごま油。これ前よりいいんじゃないですか。完成。醤油ニンニクスープ、うまみしい香りしい。よし、相性がいいぞ。これは結構いいんじゃないですか。魅力80は高いよ。これは結構いいラーメンできました。ノッキングマスター二郎ラーメン完成。メンマ、海苔、チャーシュー、これで OK。 価格も781円と安く、味126、魅力98、素晴らしい。紅生姜ゲット。ちょっとライバル店潰しますか。悪徳食堂を倒します。でもなんか勝てそうなラーメンがないですね。小流層三角きついな。もうちょっと後にしよう。本店が大きくなりました。よし、メニュー作ります。マメン2完成。見習いのバイトをちょっと能力上げますか。調理50。これで全然違う。お客様コンテスト開催。今回は100位でした。じゃあ大会いきますか。第3回ご近所大会。近所のラーメン好きが集まるほのぼのとした大会。余裕でクリアできそうですね。東久留米と麺屋柏市と対戦。これはもう楽勝でしょう。全然入ってないですよこの2つはい、1位。ノッキングマスター二郎ラーメンは美味しいな。よし、常連だろう。ノッキングマスター二郎ラーメンは味覚ノッキングを解除した後に食べてもらいます。弾けるほどうまいですよ。売り上げ上がってきましたね。いや、そんな上がってない。本店の売り上げよりラーメン館の方が売り上げ大きくなってます。大食い王の挑戦状1勝。これもクリアできそうなんで出ます。ノッキングマスター二郎ラーメン出しとけば大体勝てます。 OK、 優勝。キャベツゲット、キクラゲゲット、めっちゃ増えてる。ごまゲット。じゃあスープいろいろまだあるんで、使ってないやつを使うか。豚骨スープ、よし、相性いいですね。お、めっちゃいい。栄養バランスヘルシータンメン、これいいですね。うどん完成。1050円、味118、魅力49。お、ノッキングマスター二郎ラーメンだったら悪徳商店倒せますね。で、前よりトッピングできる数が増えてるんで、ここに何かしらをトッピングしていく。トッピングマスター二郎ラーメンにしていきます。栄養バランス追加。さあ行きましょう。いや、結構互角っすね。いや、強い。魂の一杯貯めるか。いけ。負けてそう、これやばいか。危ねえ、勝った。3300点。悪徳食堂破壊、撤退だ。覚えてろ。宝を落としていきました。悪徳食堂はまあ衛生環境がかなり悪かったんで、よく食中毒を起こしました。よし、卵来た。卵は強い。ん？これよく見たらなんか、ラーメン味のジュースを販売中って書いてある。なんだそれ。第5回、町内大会。これは余裕ですね。清瀬チュルチュル亭、麺どころジョージ、雑魚です。うちのラーメン食べると、右腕がでかくなるよ。いらっしゃい。はい、OK。ランク7になりました。佐野春をめちゃくちゃ強化します。勝利124、最強。ちょっと味噌に合う麺がないので自分で作るしかないですね。太さ普通で縮れ麺、これが味噌と相性がいいですね。お、いいぞ、めっちゃいい、めっちゃいい。これは強い。味163、魅力103、全て新記録。ゼロカロリーラーメン完成。こんだけ食べてもカロリーゼロ。ネギ玉卵パラダイス、よし、これでいいですね。味が193に上がりました。価格も1421円。総合ランク D。 初めての総合ランク D。 お、求人サイト来た。久しぶりに新しい人が雇います。ラーメン館が広がったんで、ここに店舗もう一つ。ラーメン館の中に店舗がたくさん。3店舗目はマメンとマメン2を販売します。どっちも味同じぐらいですね。
まあ、こういうのは選択肢が少ない方が逆にお客さんは選びやすいと。選択肢が多すぎても微妙なんですよ。椿山ミケを雇用可能になりました。椿山ミケクソ強。調理88、接客122、速さ26、段審査、商談可能。2段に上がります。2段への道合格。本店の売上めっちゃ上がりましたね。16,000。これ販売地域定期的に移動しないとダメっぽいですね。ずっと一緒のとこいるとなんか、活気と食欲が落ちてくるんですよね。新しいバイトもたくさん増えてます。あ、新しいライバル店。ここで荒稼ぎさせてもらうぞ。コレステローリング店長。強そう。ここでニンニク。めっちゃコンボが発動します。うまみ234。濃さ124。だいぶ濃いのができました。ぬるぬるラーメン完成。スープも麺もぬるぬるしてます。そして温度もぬるいです。どんどん違うライバル店が来てる。満腹ラーメン。満腹感を追求しすぎた結果、謎の病みつき感のある味に仕上がった。しかもここのラーメン屋は大人気 YouTuber とも交流があります。かなりのライバル店来ましたね。満腹屋がついに参戦。ただゼロカロリーラーメンで倒せそうなんで、これで破壊します。やばい、めっちゃ互角。これ勝てるのか。だいぶ互角っすよ。満腹屋食った後はうちの店でゼロカロリーのラーメンで口直しをしましょう。皆さん、うちの店に寄ってらっしゃい。負けた。やはりカロリーこそ正義。ホットシーサイドの刺客。アイスマウンテン村。なんか新しい地域が一気に2つ来ましたね。今一番売れてるのは、やはりゼロカロリーラーメンですね。2位、ぬるぬるラーメン。3位、アルプス山脈のいただき。4位、満腹ラーメン。やばい。満腹ラーメン強い。最近いろんなところにラーメン店が登場しているとのことで、各地はラーメン激戦区になっているようです。どうしたらお客さんを奪われなくなるか教えましょう。ラーメン館全体の人気が上がればお客さんは自然と増えてきます。ライバル店に横取りされないようにラーメン館を豪華にするといいでしょう。わかりました。またライバル店だ。天井天下店長。強そう。クソ強そう。3店舗目ですか。じゃあラーメン作りますか。ゼロカロリーラーメンを超えるラーメンを作っていきましょう。うわ、めっちゃ外れた。-50。カス麺できた。風味30、コシ0。コシが一つもありません。これは捨てます。やはり麺にはこだわらないと。先にスープ作るか。味噌ベースのラーメン作ります。結構いいスープできましたね。味噌ニンニクスープ。うまみ219、香り133。ニンニクがいろんな食材とコンボあります。素晴らしい。いやー、作り直した。またコシ0のカス麺が。やばい、理想の麺が作れない。理想の麺をリセマラします。結構いいスープできてるんで、麺はいい感じにしたい。マイナスはせめて一つにしたい。オッケー。オッケー。来い。あ、これじゃない。オッケー。まあ、これいいでしょ。+64。これでラーメンを作る。野菜をガンガン置きまくっていきましょう。ヘルシーなラーメンにしよう。もやしも追加。味206。初めて味が200超えました。打率1割9分7厘ラーメン。完成。どうだ ?77 ヒット。ボンだ。ボンだ。ボンだ。ヒット。総合ランク D。1割9分7厘の確率でうまいと言わせることができます。誰をレギュラーから外すか。鬼味噌ラーメン、これ名前も適当なんで外します。ここに追加。満腹ラーメンリベンジ。打率1割9分7厘ラーメンで倒す。よっしゃ。満腹屋破壊。めちゃくちゃ僅差。10点差で勝ちましたね。かなり手強い相手でした。満腹ラーメン。うちの傘下に入れていきましょう。つぼラーメン。あんまり出来の良くないラーメンにつける名前、適当すぎる。こんにちは。散歩していたんで寄ってみました。会長。なかなかいい感じに経営が進んでいるようですね。あなたならこのまま有名店を目指せるはずです。応援しますよ。それでは、発展させるだけ発展させて最後に乗っ取られるんじゃないでしょうね。というわけで、第2審査3段合格。何かしらをゲット。スピーカーゲット。アイテムショップにライバルガードが入荷されました。こんにちは。2号店のぬるぬるラーメンがあまりにも美味しすぎる。ブログで絶賛します。スープにローション使ってます。どうした？うわ、まただ。また来やがった。ライバル店。悪徳食堂。悪徳食堂は前倒しましたね。速攻潰すか。なんか前より強くなってる。うぜ。ちょっとこの2つは相性は良くないんですけど、なんか常連客にするには、客の要望に合ったラーメン作んないと常連になってくんないんで、常連にするためのラーメンをたくさん作っていきます。赤字でもうダメだ、撤退。勝手になんか死んでいった。
国家機密ラーメン完成。味221、自己記録更新。じゃあ結構いいラーメンできたんで、大会も出ましょう。ホットシーサイド、いきます。国家機密ラーメンで勝負。麺屋、宮下、パクパク麺、豚骨屋、雑魚ばかり。あれ全然入ってないけど、大丈夫？全然入ってない。おい。0点、早く。よし、上がってきた。パクパク麺に勝てるか。え、負けた。マジ。よっしゃ、リベンジ成功。販売地域にホットシーサイドが追加されました。傾斜ランク10、おめでとうございます。粗品をお送りします。夜の8時、ものすごい行列が並んでいます。ラーメン中毒になってますね。よし、じゃあ本店移動します。ほのぼのタウンからホットシーサイドへ、ゴー。ちょっと味噌ラーメンしかないんで、いろんな新しいの作りましょう。新しく豚骨が入荷したんですよね。げんこつと豚肉。これをぶち込んでいきますか。この二つはさすがに合いますよね。で、こっからどうするか。ニンニクですかね。ニンニクいいっすね。めちゃくちゃ合う。ラー油でも入れるか。まあまあ合いましたね。じゃあごま油。ごま油もなんとかいけましたか。うまみ B、香り豚骨 C、濃さ116。各店舗には人気とカリスマがあります。人気が高いほどお客さんがやってきやすく、カリスマが高いほどお客さんにオーラが発生しやすい。なるほど。なにこれ、お得麺。風味252、コシ185、強。初の豚骨ラーメンできました。味、初めて B 行きました。これは素晴らしいラーメンですね。スープ全水ラーメン完成。ラーメン完成してから3時間放置し、スープをすべて吸ったラーメンとなっています。伸びまくった麺を食ってもらいます。総合ランク D。ここなんかあんまり客来ないですね。人気が足りない。この辺の行けそうな大会はどんどん出ていきましょう。次の段位はランク15か、結構先ですね、まだ。あ、その辺の人をスカウト。来た。スカウトしよう。そろそろ新しい人材が欲しい。現在プレイ時間は約6時間。まあ、まだ6時間ですからね。あと20時間か30時間ぐらいやると思うんで、まあ、じっくり頑張りましょう。チジレ・メンデルス。こいつをやっております。なんか新しい麺がめちゃくちゃ入ってます。風味の麺、貝。風味が326。クソ強い。ネギ玉卵パラダイス。で、チャーシュー。先ほど最強のスープ作れました。鶏肉鶏スープ。うまみ244。A ランク。で、豚骨も B と。これと黄金麺で作っていきます。強い。味250。値段一番高いですね。1969円。皇帝の愛した一杯。がっつり背脂と肉。こってり発動。そして卵もぶち込んでいく。あと一つ。キャベツ。値段が A になりましたね。2300円。コク B、香り C、ボリューム C、カリスマ D。これが皇帝の愛した一杯。皇帝は毎日これを食べていました。113点。総合ランク C。総合ランク C は初めてですね。ラーメン館の方は非常に1号店、2号店、3号店すべて行列が並んでますね。え、超有名店来ました。伝統店長。伝統の味を守り続ける超有名店の老舗。そんな店が来んなよ。まあ、でも逆にありかもしれないですね。ここの店めちゃくちゃ並んでるんで、今日はやめとくかっていう人はこっちになだれ込んでくるかもしれない。ウィンウィンの関係だろう。悪徳食堂はさすがに潰しますか。販売地域にアイスマウンテン村が追加されました。よし、行ってみましょう。寒い地域にラーメンは相性いいですからね。皇帝の愛した一杯で大体の大会を勝てます。これが皇帝の力。ラーメン時代、満足ラーメン、王様のラーメン。結構聞いたことないラーメン店も増えてきました。魂の一杯で終わらせていく。よっしゃー。麺の材料とかめちゃくちゃ手に入ってます。大会フィーバーで客がもうとんでもないことになってます。ラーメン館の中にラーメン店が4個。中匂いが結構すごそうですね。中は一切換気しません。お、寿司屋をスカウト。ラーメン好きの寿司屋をスカウトします。いいですね。寿司屋はありがたい。お、寿司田玄造強い。調理130、接客50、速さ116。チジレメンデレスと交換しよう。 OK、 ランク15。これで商談が可能になりました。4段に上がってきます。大会で行き詰まらないとなんかラーメン作る気になんないですね。当分はこれでいけそう。よし、さすがにラーメン作ろう。塩ラーメンいきますか。
やべ、カス。風味ゼロ、コシゼロ。大失敗。まず水を入れて、塩。チキンブイヨン。黒胡椒。唐辛子。生姜。香り250。香り最強のスープできました。ただ旨味はゼロ。無期懲役ラーメン完成。コク、香り、美。味はまあまあですね。で、野菜をボンボン入れる。塩辛ハイパーヘルシーラーメン。スープ作るのがおもろいんですよね。牛乳は何使う？チキンブイヨン。豚骨スープもかなり増えてるんで、サバ使おう、サバ。サバ、塩。サバ、塩。牛乳。ここに牛乳はちょっと微妙かな。砂糖は？砂糖まあまあ。牛乳。クリーミー。まあ、悪くないのか。最後の一味。生姜。ダイヤモンドダストラーメン。完成。味296、高。コク A。なんか普通にいいラーメンできた。ポルタマお肉。味341。これは強いんじゃないですか、かなり。ダイヤモンドダストラーメン。完成。総合ランク C。やばい。もりもりそば。売り上げ1位だ、今。打率1割9分7厘ラーメンを外して、ダイヤモンドダストラーメンを入れます。第20回、ラーメン賞出ます。ダイヤモンドダストラーメンで、勝てる。OK。横山パスタ庫。調理226。こいつ雇いますか。佐野春をちょっと、解雇。で、こいつを強化すると。大成功。佐野春をこっちに、移籍。売り上げ1位、もりもりそば麺。ライバル店のラーメン。2位、ゼロカロリーラーメン。4位、バルバトスの一撃。ノッキングマスタージローラーメンも5位に入ってます。骨格密ラーメンは美味しいな。毎日食べたいです。よし、常連だろう。常連になったらこっちのラーメン館の方に来てくれるようになるらしいですね。ありがたい。やばい、最強の麺できた。風味449、コシ396。これに合うスープは、まあ醤油なんですけど。自分で作ったやつよりこの市販の煮干し醤油スープは強いですね。オールシー。このスープと最強の麺を組み合わせていく。12,500円で生産開始。すごい。コクと香り A。新記録。素晴らしきラーメンができました。まあ、とりあえず肉を入れておけばいける。とりあえず肉を並べて、肉増し。で、キャベツ。で、とろ玉。とろ玉お肉。で、どうするか。いろいろ乗せてみて。調べよう。栄養バランスヘルシー。ヘルシーか。栄養バランスヘルシー、ニラ玉。これでいっか。よし、味と魅力が A になりました。クソ強い。当分これは最強のラーメンになるんじゃないですか。麺が強いですからね。完成しました。月影とレリラコッテの祭壇。1,518円。どうですか？ 103 点。138点。107点。83点。総合ランク B。マジ最強のラーメンできた。スタメンから外れるのは、どれでしょう？ちょっと豚骨が多いんで、豚骨から一つ外す。スープ全水ラーメンか、オーメン。まあ、オーメン、外します。ここに最強のラーメン。月影とレリラコッテの祭壇を、ぶち込んでいく。難しくてうまく調理できません。調理をこのパスタ粉にしないとダメか。じゃあなんかうちのラーメン館の前に、カスラーメン屋が3店舗あるんですけど、こいつらを月影とレリラコッテの祭壇で破壊していきます。許せないんで、一撃で破壊します。もう初手ですぐ貯めて、魂の一杯を、使っていく。もう1000点差ついてますけど、大丈夫ですか？次の魂の一杯、溜まりますよ。大丈夫ですか？コレステローリングさん。はい、魂の一杯。コレステローリング破壊。無期懲役ラーメン。盛り付けがぐちゃぐちゃすぎ。うまそうに見えないですね、この辺とか。豆麺はちゃんとしてるんですけどね。海苔があるとなんかうまそうに見えますね。お、かなり久しぶりに本店拡大できます。5万円。海の味。和風ラーメン。海っぽいやつをどんどん入れたい。海苔もそうかな。海苔は違う。さっぱりコンボ発動。
よし、また最強の麺ができた。これで味噌ラーメン作れます。合わせ味噌、味噌味噌スープ完成。これもかなり強いですね。味噌ラーメンの中では最強のラーメン。味392、完全栄養食完成。よし、それでは新しい町隠れ家ストリートに行けるようにこの大会勝ちましょう。完全栄養食で乗り込んでいく。完全栄養食ですから、これに勝る食はなし。 OK、 リンゴを入荷しました。でかリンゴ。スープ材料はめちゃくちゃあるんですけど、意外とトッピングがそんなないですね。よし、ランク20。お、トッピング、チャーシューゲット。久しぶりに昇段可能、5段に上がります。審査員をスカウト。審査員は強そう。ん？リスキー小麦粉を入荷しました。なんだそれ。かなりリスクがありそうですけど、リスクがある代わりにめちゃくちゃうまい麺ができるんじゃないですか。2分の1の確率で食中毒を起こします。ただうまい。うちの完全栄養食は皿まで食えます。皿までしっかりと食ってください。よっしゃー。よし、これでライバル店すべて破壊しました。ラーメンを独占します。トッピング確認ゲット、きた。そろそろ肉特盛ラーメン作れますね。売上1位、月影とリリラコッテの祭壇。さあ、隠れ家ストリートに着きました。ここいいですね。知る人のみぞ知る隠れ名店の誕生。知る人ぞ知るラーメン店。だいぶ大会もクリアしたし、いい感じなんで、ラーメン作りましょう。リスキー小麦粉いきますか。さあ、ここからパクチー。マイナス97。100。マイナス。これを何回も繰り返して、いい感じの麺を作りましょう。リセマラしていきます。何度も挑戦します。ちょっとあんまりいいラーメンできませんでしたね。ハンマーカンマーラーメン。結構やってるんですけど、まだ敷地内がかなり空きあるんですよね。まだ半分も終わってないってことですか。内装をカフェにしていきます。超有名店。つけやま麺太郎。ラーメン風雲城。クソ強そう。結構倒せそうなんで、倒します。よっしゃ。超有名店、即破壊。また超有名店。ここは強いな。さすがに。月影とリリラコッテの祭壇でも勝てない。今あるラーメンじゃ勝てないですね。よし、歴代最強の麺できました。風味500、コシ465。これはいける。ちょっと大会用にいいトッピングを探します。完成しました。塩ラーメン最強。ド・ビンスモアの架け橋。1782円。味423。魅力366。コク S。507。香り461。素晴らしい。すごい求人広告を配布。すごい人募集します。こちらのラーメン館もだんだん有名になってきてるようですね。というわけで6段に上がってきます。全国大会出ますか？第32回、ラーメン甲子園出ます。僕たちの麺、さっぱりラーメン。ラーメン女神の神。全国大会もわけわからん名前のやつしかいませんね。まあ、どんどんラーメン作んないと、あれですね、ランクが上がんないんで、いっぱいラーメン作ってランクを上げましょう。お、ゴージャスシティの挑戦状来ました。これ強そうですね。どうせ最後はカイロ村とか、そんな感じですよね。最後の一歩手前ぐらいまで来てんじゃないですか。7段以上必要ということで、まだ挑戦すらできません。ランクを上げましょう。市販のスープがめちゃくちゃ強いので、割といいラーメンがすぐできるようになってきました。マキシマムドゥルンドゥルンラーメン。野菜好きにはたまらない。味422。ここの一輪車っていう店がめっちゃ強いんですよね。男らしい究極濃厚ラーメンが大人気の超有名店。究極濃厚ラーメン。味864。魅力1069。これはちょっと勝てない。今のところ味400が最高ですからね。冷蔵庫ゲット。逆に冷蔵庫なかったんですか？まあ、だいぶラーメン感もでかくなってきましたね。半分は超えました。お寿司屋を設立。お寿司のゲームをやってたら食べたくなってしまったので、お寿司屋を建てて。一応前回、海鮮寿司ガイドをやっております。そちらの方もご覧ください。というわけで寿司屋を建てます。今一番売り上げがあるのは大きなお店。ここの大きなお店が一番売り上げあります。どういう商品があるんでしょう。大きなお店で扱っている商品、こちらになります。グルックルスタービースト、味223。ハリーポッターと秘密の出汁、味409。ミル・パスファイリスタの煙突、味200。キング・ブラッドレイの妻、価格 S、2565円。味342。
価格エサは今のところこれだけですね。個性的なラーメンが揃ってます。あと人気を上げれば段上がります。よし、これで昇段稼働、久しぶりに上がります。7段に上がっていきます。ちょっと新しい店も建てたんで、また新店舗用のラーメンを作っていきましょう。新店舗の新メニューは結構注目されるんで、ちゃんと作ってます。トッピング今めちゃくちゃ乗せれますね。8個ぐらい乗せれます。適当なラーメンには適当に乗せます。乗せすぎてわけはわからない。ジョン万次郎ラーメン、価格 S、 適当にやっても味が A を超えるようになりました。さあどんどん行こう。スープはなんとかなるんですけど、麺は自分で作んないとあんまりいいのがないんですよ。味噌スープを作ります。合わせ味噌、白味噌、赤味噌、全部入れる。うまみ香り S の味噌スープ、こってりいきますか。背脂、肉、肉をガンガン置こう。肉肉肉、4種類の肉を置いていく。4種類の肉確認。よし、完成しました。肉肉肉、背脂、粉チーズ、卵、角煮。とてつもないボリュームあります。麺100倍、完食まで帰れば麺完成。閉店までに食い切れなかった場合は別室に連れて行かれます。味477は一番高いんじゃないですか。ラスト塩と味噌なんで、次は醤油も作りましょう。いいよ、来い、いいよ、ラスト、よっしゃ。これは素晴らしい麺ができました。風味538は新記録。これでいきましょう。最強のラーメンできました。味515、コクと香りも S、 完成しました。究極まであと一歩の一杯、何かが足らない。しかしめちゃくちゃうまい、そんなラーメンになってます。究極まであと少し。これちょっと本店に持っていきたいですね。ここでは出せない。久々に本店に新メニューが追加されます。月影とレリラコッテの祭壇、首で。ここに究極まであと一歩の一杯が入っていきます。現在プレイ時間は17時間。うん、まだまだですね。24時間では終わらなそう。ラーメンを作るのに夢中になっていたら、周りにライバル店がめちゃくちゃできてるんで、ちょっとこいつらを破壊しますか。このラーメンなら結構勝てるんじゃないですか。よっしゃ、全体人気3000超えました。昇段します。8段に上がります。何段まであるんだ。ラーメン像を2個ゲット。ド・ビンスモアの駆け足は美味しいな、毎日食べたいです。お客様コンテスト世界大会1位。ランクも上がったんで、ラーメン闘技場、最近勝てるラーメンがなかったんで行ってなかったんですけど、このラーメンができたんで破壊していきます。お、正真正銘の世界大会が追加されました。今月の売上ランキング1位、本店38,000、2位、普通の店、3位、小さな店。やっぱ新商品の追加したここの店が結構売れてますね。ライバルが出てきた瞬間に破壊します。お、燻製卵きた。卵4種類目。すごい求人サイトに登録。そろそろ新しい街に行きたいんで、ここ勝ちます。 OK、 ゴージャスシティが追加されました。早速行きましょう。ラーメンの値段倍にしてもバレなそう。ビルの下に店舗を構えてます。あ、めっちゃ並んでる。すごい人気ありますね。星のアルデンティ、調理190、接客212。なんかたまに来る店舗コンテストが銀河大会になってるんですね。世界を超えていきます。世界大会いけると思うんですよね。究極まであと一歩の一杯でいきます。これで勝てなかったら当分修行の期間ですね。これが世界大会。鶏系、落語面、ノーヒッターズ、野球系の名前多いんですよね、このゲーム意外と。すごい、800、かなりリードします。いい感じ。世界大会なんですけど、なんか海外っぽい感じの名前がないですね。全部日本じゃないですかこれ。行列ができ始めたら魂の一杯で終わらせると。よっしゃ、これはいったでしょ。世界大会優勝。世界大会は優勝したんですけど、この一輪車に勝てないんですよね。あ、でも勝利予想丸だ。倒せるかもしれない、行ってみよう。前までここ三角だったんですよ。一騎打ちで倒します。いやー、ちょっと頑張れ。負けた。一輪車強い。お、ついに審査員にカイロくんが登場するようになりましたね。カイロくんが出てきたら終わりも近いか。ただまだ敷地内、完全にマックスにはなっていません。新世界大会が追加されました。何新世界大会って。新エヴァンゲリオン。新世界大会クリアしたら新世界大会上波9とか追加されないですか。大丈夫ですか。これで終わりですよね。全店舗売上1位、究極濃厚ラーメン33杯、2位、究極まであと一歩の一杯、
っぱり究極には及んでないんですよね。この究極濃厚ラーメンに勝てるラーメンを作っていきたい。3位、ハリーポッターと秘密の出汁。4位、キングブラッドレーの妻。あ、スープ全炊ラーメンに変わりました、今。スープ全炊ラーメン、上がってます。お客をスカウト。ついに客をスカウト、できるようになりました。やばい。風味635、コシ583。今までで一番いい麺ができました。味噌が×ってのは分かってるんですけど、醤油か豚骨か塩か、これ外せないですね。セーブしとこう。豚骨スープでいきますか。市販の豚骨スープよりいいスープを作っていきたい。豚骨 SS、旨味 SS、濃さ A。だいぶいいですよ。ラストは野菜で締めますか。玉ねぎ。めちゃくちゃコンボいってる。うわ、下がった。ちょっと下がっちゃった。これ、やり直し。ここまで来て野菜がちょっとダメだったんで、げんこつもう一個入れますか。よし。豚骨540、旨味472、濃さ259。まあまあいいんじゃないですか。これが市販の豚骨で、こっちが自分が作ったやつ。総合的に見たら同じぐらいですかね。自分が作ったやつで、いきましょう。三角か。豚骨が三角だったんで、醤油か塩。塩いきますか。塩サバスープに最強の麺を組み合わせる。どうなる。よし、丸。強い。めっちゃ強い。いや、これはかなり強い。コク700、香り700。トッピングを乗せてない状態でこれ。味と魅力も500超えてます。よし。トッピング頑張ろう。バターコーン、ニンニクチップ。角煮も強いですからね。燻製卵。カリスマ発想バターコーンジューシー。バターも全部おこ。バター3個乗せ。バターと角煮で終わらせる。完成しました。現時点で最強のラーメン。ラ・トールと天国への道。難しさ471。3291円。味635。魅力595。コク・トリプレス。841。香り760。これは来ましたね、最強のラーメン。うちのフルコースに追加していく。ラ・トールと天国への道で、大体の大会行きそうですね。どんどん大会行きましょう。ラーメンクラブ、トルコ麺。ラッキーラーメン。あ、カイロくんが客としていますね。OK。4000点いきました。よっしゃ。ラーメン館拡張。よし。これでラーメン館の大きさがマックスになりました。新世界大会もクリアできそうなんで、この調子でいきます。さあ、対戦相手。ハイテクラーメンクラブ。伸びる麺。輝き麺ショップ。よっしゃ。世界大会圧倒的勝利。最高級小麦粉が入荷されました。これを使えばさらにいい麺ができるかもしれない。アブファラスープ。アブファラスープ強。クマックスープ。カイロスープとかありそうですね。アブファラが出てきたらもうこのゲームも終わりが近い。麺も増えてる。醤油製麺所麺。味噌製麺所麺。豚骨、塩。そしてチンパン麺。風味500。コシ300。まあ一応自分が作ったやつの方が能力が高いですね。ただ頑張って作らなくてもこのクオリティで即出せるのはでかい。適当に作ってこのクオリティ素晴らしいですね。味441、価格3281円。早稲田大学附属ラーメン完成。もう全部角煮でいいんじゃないかって最近思い始めたんですけど、ただそれだとコンボが発動しないんで、結局バターと角煮になっちゃうんですよね。お子様ラーメン5区激盛り、価格トリプル S 5035円。まあ、地元の人はあんま食わないんですけど、観光客がよく食うようなラーメンになってます。味631、魅力587、コク香り700。これも最強クラスのラーメンですね。100点、100点、100点、80、100点、100点、100点。総合ランク A。ラ・トールと天国への道よりいいかもしれない。ゴッドポット肝臓外して、スタメンに追加。味こっちの方が高いですね。素晴らしい。よし。新店舗もいい感じのラーメンできました。早稲田大学附属ラーメン。カカオ 100% ラーメン。カレーうどん。ゴッドポット肝臓。味500超えのラーメンが2つあります。素晴らしい店舗ですね。お、ついに来ましたね。カイロ村が来ました。カイロ村の住人を満足させることができるか。一応勝利予想は丸なんで、頑張ればいけるかもしれない。で、あとは、ラーメン協会公式試合っていうのもあります。これはいけますか。ダークマター学習書ゲット。一応置いとこう。ラーメン好きをスカウトと、コンビニ店員をスカウト。好きと仕事は違いますけど、大丈夫ですか。その辺厳しくいきます。うわっ、こいつ、クソ強い。神宮寺ポンチラ。調理接客速さ、すべてにおいて、
高水準、即採用。また新たにスープが入荷されました。ワイロ即席スープとグマックスープ。豚骨と醤油ですね。かなり強いです。6万3000円かかりますけど、まあ、金はもう300万超えてるんで、金は気にせずいけそうですね。で、麺の方も新たにワイロ麺が参戦しました。これも強いですね。風味348、コシ521。まあ、ただ麺は結構自分で作ったやつの方が強かったりします。500。クマックスープとストレート麺。これで行きましょう。完成しました。適当に作ったんですけど、めちゃくちゃ強いラーメンになりました。味793。これは新記録ですね。もうすぐ800いけそう。ひき肉とバターと角煮を使ってます。総合ランク S。S は初めて。いいラーメンができたんで、カイロ村行きますか。これで勝てるんでしょうか。猿とカイロくんと人間、様々な人種がいます。さあ、現在トップ。いけるぞ。OK。販売地域にカイロ村が追加されました。来た。大量カイロくん。分身ソフコ姫。チンパンファミリー。陽気な村ですね。カイロ村に到着。これがカイロくんの家。そして海が広がってます。いい村ですね。あ、皆さん、並んでおります。ソフコ姫さんが大量にいますね。ついにランクが50になりましたね。ランクはまだまだ上がるんですかね。次の第2審査が、大会46回以上クリアしないとダメなんですけど、残ってる大会が9段以上必要っていう、もうどうしようもない状態になってます。待ってれば、そのうち大会出てきますからね。ちょっと待ってみましょう。あ、追加されましたね。ラーメン王杯、初戦、準決勝、決勝とか、いろいろありそうですね。プレイ時間は現在、約27時間。よし、昇段可能になりましたね。かなり久々に9段に上がります。黄金のコンロ。強そう。10段あんのか。ただラーメン館の人気を6000にすればすぐ行きますね。ラーメン館の人気を上げましょう。黄金のコンロ入れます。ちょっと全体人気6000は結構難しいですね。こっからまだまだ時間かかりそうですね。お、鮭来ましたね、鮭。豚バラ肉も入りました。で、なんかさっき、すごい店っていうのをゲットしたんですよね。めちゃくちゃでかい店を建てられるんですけど、スペースがないので、ちょっと2つぐらい店舗を壊して、これを建てようと思います。これで置けますかね。本店よりもでかい。よし。がっつりとでかい店をここに置いてきました。で、スタッフを招集します。オープニングスタッフ募集中。全体人気も上がりましたね。200上昇。いや、これ素晴らしいスープできましたよ。うまみ700。豚肉 SS、コサ SS。角煮豚ひき肉、豚バラ、バター。まずは一面を乗せていく。鮭入れてみますか。味7、ミルク17か。ここまで蒸気発動。で、最後にこの野菜。野菜増し増し。野菜で全てを埋め尽くしていく。これどうですか？大盛り中級発動。栄養バランス。本当にバランスいいのか、これ。ラーメン、大盛り、完成。これこそが真のラーメン。大盛りとはちゃんと言ってますからね。残したら殺します。味786、6155円。何気なくこのラーメンを頼んだら人生が終わります。うまい！みんなちゃんと完食しますね。偉い。総ランク S。難しさ592。高っ。590やばいな。このラーメンは本店に持ってこう。あ、お疲れ様でした。10年が経過しました。ここでゲームは一旦区切りとなります。ちょっと今回ここまで来るの結構時間かかりましたね。いつも20時間ぐらいでここまで来るんですけど、すでに30時間経ってます。合計クリアポイントは25万3000点。さらにやっていきます。まだまだやっていきます。ラーメンサブロー。想像を絶する超ボリュームで、あまたのお客をトリコにしてきた。トリコさん！小松！はい。メガ盛りギガ麺。味1307。テラ盛りデラックス麺。味1467。まあでも意外と対決すれば勝てるんですよね。いいぞ。来た！プラス477で、風味800、コシ900の麺ができました。よし。で、あらかじめ作っておいた最強のスープあるんで、塩あさりスープと組み合わせていきます。最後。来い。どんどん来い。いいよ。
めちゃくちゃいい。強すぎる。めちゃくそ強いんできた。トッピングなしでこのクオリティ。よし、完成しました。最強のラーメン。これを超えるラーメンはあと10年は出なさそうですね。価格6250円、味896、魅力803、香り939。SS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 
自由なんで、おかわりしてもらって。というわけで、巨大右腕人間の左腕、完成。辛口なカエル村のお客さんにも合ってます。これでようやく高速モードを選びます。高速にしていく。カイロソータ高速にしてからが始まりなんですよ。こっからが真のスタート。巨大右腕人間の左腕は美味しいな。毎日食べたいです。よし、常連になろう。クマックス軍団。まずい。クマが人間の味を覚えた。逃げろ。しかも軍団できますからね。石油王の正体。アブファラ国王を招待します。このダークマター使っていいですか？ものすごい効果がありそう。全部上がるんですね。全部30ぐらい上がる。強い。よっしゃ、やっと全体人気が6000超えた。10段に上がれる。10段への道、合格。おい、まだあんのかい。段位回転試験。これが最終段階っぽいですね。全体人気7000。常連56人。大会クリア回数54。これクリアして終わりっていう感じですかね。最後これ、頑張りましょう。光り輝く伝説のイデメン機。黄金の装備が増えてきましたね。はい。この星がついてるのが常連さんなんですけど、まだ星のついてない客が結構まだいるので、常連もしっかりとコンプリートしていきたいですね。全員いけるでしょうか。客が全部で56人なんで、全員を常連にしないとここが達成されませんね。めんどくさいな。まあ頑張りましょう。客によって所持金が違ったりするので、あんまり高いラーメンばっかりだと常連になってくんないですね。その辺難しいですね。やばいですね。これ全員常連にするのめちゃくちゃ大変なんですけど。あと10時間絶対かかる。この社長に店に入ってほしいんですけど、社長の行列限界が4人とかなんで、なかなか並んでくんないですよね。レベル低いやつは。で、他のやつはレベルめっちゃ高くなっちゃってるんで、行列26人までいけんすよね。なので最初のオープニングで社長がいないともう行列にずっと並んでくれません。このひたすら常連にする作業をもう5時間ぐらいやってます。プレイ時間は現在38時間。もうこうなっちゃうと社長並んでくんないんですよね。だからもう今日はこいつ以外社長入ってくれません。場所移転しないとダメですね。この社長が食い終わったら別の場所行きますか。よっしゃ。やっと保育士も常連になりました。この街はもう終わりですかね。アイスマウンテン村コンプリート。ウサギを進化させて二足歩行を可能にするための研究費用が欲しい。新しい客ですね。もう20年目来たんですけど。さっきまで10年目だったのに。こいつもいつの間にか常連になってるんで。あと常連がいない地域はここだけですね。いいぞ。ウサギががっつり入ってます。うちの店は動物にも定評があります。ウサギ用に安いラーメン作ったんですよね。スペシャル添加味噌ラーメン。2500円で味500。これは強い。よーし。ついに全キャラクター常連になってくれました。長かった。現在45時間。これでも本店は用なしと。あと第二審査は大会54回とラーメン館全体人気を7000という感じですね。大会は回路杯っていうのがあるんで、これをまずはクリアします。いけるか。うわ、全部三角。新しく作らないと厳しそうですね。じゃあ本店の方もやることないんで、こいつを全員解雇してラーメン館の方に持っていきます。本店で修行した精鋭たちがやってきます。心強いですね。本店よりでかいここのラーメン屋をまずは再建しますか。バイトは全員解雇。店員、細麺好きよ。神宮寺ポンチラ。森田そばを。安藤どんこ。達人バイト。山田五次郎。このメンバーでいきます。そしてメニューも最強のフルコースを置いていきます。スターメン決まりました。巨大右腕人間の左腕。ラーメン大盛り。空と海と大地と呪われしラーメン。鳥とどんどん流した涙。ラ、トールと天国への道。一撃必殺ラーメン。ここは優秀なスタッフ置いてるんで、ここでしか作れない難しいラーメンを置いてあります。全部高いと微妙なんで、安いのも取り扱ってる店舗も必要と。カイロハイちょっと行ってみますか。ラララララーメン、パイナポラーメン、パスタヌビテール。この3社との戦い。誰が制するか。現在最下位。魂の一杯で追い上げていく。よし、上がってきた。現在3位。魂の一杯でさらに追い抜いていく。1位。ラララーメンと争ってるな。負けた。じゃあ最強のラーメンを作るしかないですね。よし、来た。これは強い。素晴らしい麺が完成。
風味860のコシ943。コシがもうシコシコ。さっき作った塩カツオスープに極太シコシコストレート麺ぶち込んでいく。いけ。味を追い続けてきた私の答えが今ここに。味プラス185。よーし完成しました。最強のラーメンが。これならいけるぞ。さあ全体像はこちら。やばい、やばすぎる。このラーメンどうやってバランスを保ってるんでしょうか。マシマシの野菜が左右に。一応冷凍してガチガチの状態で野菜を乗せてます。野菜が溶ける前にこっちの肉ゾーンしっかり食って空いたところに野菜を流し込んでいくという感じですね。作るのも難しいですが食べる方も結構難易度が高いという感じになってます。こちらの商品なんと価格135円。1万円超えました。ギ・ヤウキとソトルホスのホス。味1081、魅力936、コク1237、香り1193。ボリュームだけちょっと S いきませんでした。よし、できた。それでは回路杯いきます。前回結構美味しかったですからね。初手で結構並んでくれてるんで魂の一杯が刺さる。 OK、 回路杯優勝。替え玉回路杯が追加されました。これが最後ですかね。なんだ替え玉回路杯って。これがおそらく正真正銘の最後。全宇宙のラーメン屋が誇りをかけてラーメン界の頂点に挑む。自分に挑んでくるということですね。ちょっとトロフィーを獲得するために専用のラーメンを作ってます。うずらの卵とマシマシ野菜のコンボ。これでカリスマがめちゃくちゃ上がります。 OK、 ボリュームとカリスマに特化したキングラーメン完成。トロフィーゲット。トロフィー、あとはラーメンを80回作るとスープを60回作るですね。よし、どんどん作るか。お、ついに腰が1000超えた。歴代最高麺更新。替え玉回路杯いきますか。これで終わらせたい。いや、これはきつい。ちょっと強いな。あ、でも意外と惜しい。何回かやればいけそう。 OK、 さっきと違って初動で差をつけられていないということは勝てる。さあ現在トップ。一度お客を掴んだら離さない。このまま行きたい。よっしゃ、替え玉回路杯優勝。チンパンゾーゲット。よっしゃ、人気が7000いった。これで最後の大審査クリア。常連も全部揃えて大会も全部クリア。第2回転試験に合格。金の回路ゾーゲット。OK、 ポロヒーも全て獲得しました。終わった。これも完全クリアと言っていいんじゃないでしょうか。大会もない。第二審査もこれ以上ありません。すべてが終わりました。というわけで、まあ、作ったラーメン、振り返っていきますか。まあ、皆さんは一つの動画でまとめてるんで、記憶に新しいラーメンばっかだと思うんですけど、自分は結構、1週間、2週間前に作ったラーメンとかもあるんで、ちょっと最後に振り返りたいですね。無修正ラーメン。指名手配犯専用ラーメン。トロンボーン奏者専用ラーメン。東京ドーム4個分ラーメン。嘘をついている味ラーメン。ラーメンの悪魔。白笛満腹鏡爆食のラーメン。おかんが言うにはな。ラーメンちゃうねん。ラーメン。ジークの脊髄液ラーメン。ASMR ラーメン。白ひげ海賊大海賊ラーメン。ギャンブル依存症救済ラーメン。IQ200 ラーメン。スウィーティーのホスメチカルがマグマダイブした時のデゴス。トッピングマスタージローラーメン。チキンラーメン。死ぬ前に食べたい麺。和のびとかの故郷。美かかとかの祠。ノンアルコールラーメン。ギ・ヤウキとソトルホスのホス。非常に思い出深いラーメンがたくさんあります。というわけで今回こだわりラーメン館を全クリまでやっていきましたが、このような感じになりました。プレイ時間は48時間30分。8時間放置したと考えて、まあ、40時間ぐらいですからね。40時間ぐらいプレイしました。この辺で終わっていこうと思います。また次回の回路ソフトでお会いしましょう。お疲れ様でした。